ピールエンジニアリングカンパニーは、満島のピールを本拠地としていた自動車会社である。ピールエンジニアリングカンパニーは1940年代後半、シリル・カネルによって設立された。第二次大戦後グラスファイバーの民生利用に早期に着目した企業の一つであり、当初の主製品は、ボート等であった。グラスファイバーの最先端に触れるため、 1950年代にシリル・カネルは当時活況であったアメリカへと視察に赴いている。ピールタイプのフェアリンググラスファイバー製造のノウハウの蓄積を活かしてオートバイのスポーツフェアリングの提供を1952年より開始する。マウンテンマイルと呼ばれるレース用に製造されていたフェアリングピール707はオートバイのハンドルバーエンドトライダーの手を覆う。 ブリスタースタイルと呼ばれるフルカウル形状で独特な箱型のカウルにシビエ製ヘッドライトを組み込んだ代物であったツーリング用に市販されたフェアリング TT ツアラーも存在したフェアリング製品は同社の最も成功した事業となったフェアリング製造と並行してボート製造事業においても開発を続けており1961年には 500cc のトライアンフ製エンジンを搭載したホバークラフトを試作した。1955年、ランナバウトのキットカーであるマンクスカーを発表し、マイクロカー生産の参入を発表した。発表当初は税制面で有利なキットカーであったが、その後税関物品税からの厳しい反対により、購入税の支払いが大幅に上昇し、 セールスポテンシャルが大きく低下したため計画を中止した。その後計画を見直し、1962年、アールズコートモーターサイクルショーで P50 発表、同年より市販版の生産を開始した。1965年には P50 のスポーツバージョンにあたるトライデントの生産を開始。また同年にはすべてのフェアリング製品の生産を従来のマンシマから、 ベッドフォードシャーシュールートンのマイク・アイボリーにライセンス生産として移管する。製品の開発は引き続きマントの拠点で行われた。1966年には小型車の生産に移行しミニをベースとしたスポーツクーペ、バイキングスポーツの製造を開始する。バイキングスポーツは翌1967年まで生産された。1969年、 販売不振のためピールは自動車の生産から撤退した。企業としてのピールエンジニアリングも1974年には解散している。同社の製造していた P50 は世界最小の量産自動車としてギネスに登録されている。なお2010年に設立されたピールエンジニアリングリミテッドにより P50 の復刻が発表され2011年には デリバリーが開始された。復刻にあたり従来のガソリン版に加え EV 版も設定された。なお、ピールエンジニアリングリミテッドは、旧生産元と直接の関連はない。トップギア P50 の特集では、ジェレミー・クラークソンが乗車したまま BBC、テレビジョンセンターに侵入し、局内を走り回る企画があった。ありがとうございます。